皆さんこんにちは。それでは続きをやっていこうと思います。殺意はいつ芽生えたのか、その殺意の理由は何か、それを解き明かしてください。では今回は79幕死のタクシーという話です。男がタクシーに乗り行き先を告げた。やがて運転手はタクシーを人気のない場所に止め、男を殺してしまった。車内で二人は一言も話してはいない。運転手はその男に会ったこともなければ声を聞いたこともなかった。運転手はなぜ男を殺したのだろうか。はい、わー、あとちょっとで終わるんか。なんか本当になんかラストをすごい意識しますね。やっていきましょうか。はい、男がタクシーの行き先を告げた。運転手は見覚えがあったんだろうな、男に。今までもだいたいそんな感じでしたよね。そっか、声聞き覚え。運転手は男のことを知っていたんでしょうか。いいえ。ありゃりゃ、運転手が男を見たのはその時が初めてでした。告げた瞬間、男への殺意が湧き上がりました。行き先が関係してるのか、男の。はい、行き先どこに行こうとしてたんだろう。男はタクシーを止めた場所に何か関係している。いいえ。男タクシー止める。男はタクシーを止めた時一人だった。はい。あ、行き先ってあるね。行き先どこなんだ。行き先は人気のない場所だった。いいえ。うん、そんなわけじゃない。行き先、男、行き先は男の自宅だった。いいえ。ここから何か分かりそうだね。この事件のキーになる自宅じゃないよね。人に会う、行き先で男は人に会うつもりだった。よし、1個空いたぞ。はい。男はある女性に会いに行くつもりでした。はい、女性ですね。女性は運転手のことを知っていたのかな。あ、ここでつながるのか。はい。運転手もまた女性のことをよく知っていたようです。おお、なんかここのこの事件のなんかね、真相が1個分かった気がするぞ。あとはね、シークレットワードは1個だけなんだけど、女性は運転手の娘だった。いいえ。あれ、娘ではないんだ。うん、これ妻。うわ、これちょっと不倫な感じがするぞ。はい。不倫の匂いがするぞ。そのことを男は全く知りませんでした。はあ、ちょっとタクシーの運転手の奥さん不倫説が出てる私の中で。女性は男の恋人だった。はい。ああ、ほい来たほい来た。しかし女性は夫がいながら男と不倫をしていたようです。いや、それで男が殺されてしまうのはちょっと気の毒な感じがする。まあ、どっちが誘ったっていうのもね、関係すると思いますが。
家族、違うね、まあ、女性からはもうこれ以上は出てこないだろう。車内、運転手が男を殺したのは気まぐれだった。いいえ、予定があったのかな。殺す予定を立てていた。いいえ、はに、運転手が男と出会ったのは全くの偶然でした。タクシー、どこから出てくるかな。行き先から1個出たもんね。タクシーから出てきそうにないな。運転手、運転手の年齢関係ないんだろう。関係ありません。ですよね。男、運転手、男は運転手に何か渡した。いいえ、運転手のことを知っていたんでしょうか。いいえ、男が運転手を見たのはその時が初めてでした。行き先を運転手は知っていた。ああここか。ああ同じワードから2つ出たね、はい、シークレットワード。男が告げた行き先はなんと運転手の自宅でした。はい、運転手の自宅、運転手の自宅には運転手の家族がいた。はい、その時間帯には運転手の妻が一人でいるはずでした。はー、いけるかな回答。運転手が男をタクシーに乗せたのは、偶然ですよね。男は何のためにその行き先に向かっていた。人に会うためです。男が告げた行き先はどこだった。運転手のご自宅でした。運転手が男を殺したのは男が何だったから、妻の不倫相手だからでした。よし、正しいようです。それでは解説見ましょう。男が告げた行き先はタクシー運転手の自宅だった。運転手はしばらく前から妻に不倫相手がいて、午後になると家に通っているのを知っていた。男の行き先を聞いた瞬間、その客こそが不倫相手だと気づいた運転手は一言も会話をすることなく男を殺したのだった。とがめられるべきはどっちだって話ですけど、男はなぜ自分が殺されるのか分からなかったということですね。初対面の相手だし、会話といえば行き先をつけただけ。それが相手の殺意を呼び覚ますとは想像もできなかったでしょう。はい、それではね、今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。